7月19日、愛媛 FC キャプテン前野貴則選手が伊予銀行本店を訪問しました。これは8月15日に開催される愛媛 FC 対ギラバンツ北九州の試合で伊予銀行がマッチスポンサーを務めることを受けて開かれたものです。この日は前野選手が伊予銀行本店の社員食堂で試合の告知や日頃の感謝のメッセージなどを伝えました。いつもご支援ご声援ありがとうございます。本当に、ありがたく、感謝の気持ちでいっぱいです。また会場では愛媛 FC クラフトビールの販売会も行われました。このビールは愛媛 FC 伊予銀行松山市のクラフトビールメーカー DD4D がクラウドファンディングを行い共同で開発したものです。3種類あるビールにはそれぞれに河内晩柑、裸麦、キウイなど県の特産品が多くブレンドされていて、さまざまなフレーバーが堪能できます。私どものお取引先の一つの DD4D さん、中船町におられるんですけれども、そこにお願いしまして、愛媛 FC さんとのコラボのクラフトビール、オリジナルクラフトビールを作っていただきました。まあ、スポーツ界も飲食業界も非常に厳しい、まあ、コロナ禍で厳しいということで、共に共存共栄、頑張っていただいて、まあ、それを応援したいなという、そういう思いで、伊予銀行8階食堂で開催させていただきました。基本的には球場、戸部の愛媛 FC の球場でお買い求めいただく、中に入って、そして芝生広場、あとはですね、DD4D さんの EC サイト、こちらの方からもお求めいただけるということで、あと順次広げていきたいと考えておりますので、ご声援の方よろしくお願いします。愛媛 FC 対ギラバンツ北九州の試合は8月15日日曜日、松山市のニンジニアスタジアムで19時にキックオフ予定です。試合当日の16時からは愛媛 FC 選手の中から推し面を選び投票する第2回胸キュングランプリなどのスペシャルイベントも行われる予定とのことです。8月15日は伊予銀サンクスデーとなっています。さまざまなイベントが行われますので、本当に喜んでいただけると思います。ぜひスタジアムで一緒に応援してください。よろしくお願いします。